どうも世界の横澤チャンネルをご覧の皆様こんにちは、横澤です。ひろき来たね。来ました。問題です。はい、問題は出てんどこでしょう。はい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 、はい、どうぞ。ブブーというわけで、我々は今ハンガリーのブダペストに来てます。現状ですね、2週間横澤のトータル収支すごいんだろうな、すごいんだろうな、きっとすごいんだろうな。マイナス500万円ちょっとえぐいです。待て待て、初めて聞いた通貨ですね今決して円ではない、うん、円なんで大丈夫です。まあ日本円にすると大体500万円ぐらいです。で、今日ね、ヨーロッパ最終日で1日暇な日ができたんですよ、はい。まあ、東京までの飛行機はもう取ってるんだけど、1日キプロスでもやることないし、うん、どっか行けると。なるほど。そう、どこ行こうかなって思った時に、まあやっぱ雪辱を一番果たさなくちゃいけない国はブダペストかな。そうなんだ。いや、なんでかっていうと、うん、別にブダペストに罪はないね、うん、でもバルセロナの効果終わっちゃったし、キプロスの効果終わっちゃうから、うん、勝ち逃げされちゃったら行っちゃえば。あー、なるほど。だからもう敵を撃てる相手がブダペストしかいない。取り返せねえ。じゃあ罪ねえじゃん。罪もう流れ玉じゃん。しかもあのね、ブダペストはあるね、カジノの攻略法を例の渡辺プロから1個伝授されていて、ブラックジャックでカウンティング以外にも勝てる方法が何やらあるらしい。何？今回使う技術はトランキングっていう技術です。ほう。カードってこうトランプをディーラーが混ぜ混ぜしてさ、カード配るわけじゃん、うんうん、でも混ぜ混ぜしてるとはいえ、まあ、物理的にカードが混ざってるだけだから、例えばだけどケニアの人ぐらい視力が良くて3とかあって動体視力もめっちゃ良かったら、どこにカードが行ったかって理論的には覚えられるじゃん、うん。まあそんなことは普通の人間にはできないわけ、スーパーマンじゃない限り、うん、けどある方法を使ってシャッフルしてるトランプの位置を追うっていう技があるんですよ。おー、なんかライアーゲームっぽい。てかあったよね、ライアーゲームっぽいでしょ。ただこのテクニックは使えるカジノがめっちゃ限定されてる。僕ヨーロッパ今までいろんなとこ結構ブラックジャックしたんですけど、うん、ブダペストのそこのカジノだけ今のところ見つけたの。そこのカジノは特徴的なシャッフルの仕方をしていて、ほうほうほう、そのシャッフルの、まあ、隙をつくことによってカードを追えると。もちろん全部追うわけじゃないんですけど、ブラックジャックってエースと絵札が来たらかけてたお金2.5 倍になって返ってくるんですね、うん。まあ、つまり配当が増えると、うん、でしかも、まあ、絶対負けないと、うん、だからエースが来た時点でめっちゃ勝率が高い。だからエースの位置を覚えることによって勝とうっていうのが今回のエースが配られる瞬間を覚える、そういうことです。これね、想像しにくいかもしれないですけど、うん、めちゃくちゃ難しくて、なんとなく感覚はつかんだんだけど、攻略したとまでは言えなかった。正直なんでかっていうと、抜群に記憶力が必要なんだ。やっぱり記憶力、そう、暗記力かな。待って、はい、ここにいるじゃん。そうなの、ヒロキって視聴者の皆さんは知らないかもしれないですけど、マジでこいつ気持ち悪くて、なんかね、無意味な数列とか単語とか覚えるのすごい得意で、なんでそんなの覚えてんのみたいな、めっちゃ覚えてるんですよ。そうなんだよね。まあ、ヒロキはめちゃくちゃ記憶力がいいと。で、僕はブラックジャックがめちゃくちゃ得意だと。ってことは、トラッキングっていう暗記力を必要としたちょっと特殊な技法と、僕がもともと培ってきたカウンティングっていう技、これをお、何ができるの？シャッフルカウンティングブラックジャックペンパイナッポアポペン。まあ、というわけでですね、シャッフルトラッキングとカウンティングを合わせてですね、なるほど、つまり俺と横澤の力を合わせ、そう、マジでカジノを潰しに行くという企画ですね、これは。そういうことです。でね、時間がね、移動時間管理したら4時間ぐらいしかないのよ、うん、4時間でバコーンって抜いて100万勝ちして帰る、はい、そんで俺の鬱憤を晴らす、はい、というわけで時間も迫ってることなので、ブダペストのカジノに行ってみようと思います。レッツギャンボー。大変なことが起きてます。この騒ぎっぷり見てください。周りがいっぱいカジノにいます。ブラックジャックやってたら、このカジノは今から終了するっていきなり言われてもう終わりだみたいな、ね、いきなり無理やり換金が始まって、うん、このカジノ全部が今一瞬 2,3 時間ちょっと一回クローズするから一回帰ってくれって言われて、周りさんが来てんだよって言われて、ガサ入れですかって言ったら、いやそうじゃなくて、こっから道路の向かい側で爆弾が見つかったみたいなそんなことあるっつってだからテロですかって言ったら、いやそうじゃなくて第二次世界大戦中の古い爆弾が見つかったらしいと。だから、まあ、一応避難しなくちゃいけないから、カジノも営業を一回止めなきゃいけないって言われて、しかもみんなそれを当たり前のように言ってるから、よくあることなのって聞いたら、まあまあよくあるって言って、めちゃめちゃ怖いんだけど俺は一刻も早く逃げたいんだけど、早くこんな動画を回してる場合じゃないんだけど、なんなら今お前後ろからボーンって火花上がってそれで、まあ、ヒーロー戦隊みたいになる可能性あるからブダペストのカジノを潰したんですね。というわけで爆弾から退避しました。はい、よかった。怖いから。恥ずかった。今回のコンセプトはちょっと集約したいんだけど、うん、カウンティングはしない、うん、で、むしろカウンティングの逆ぐらいのことする。もう露骨にやろ。5000、5000、5000、5万、5万、5万。あ、それはいい。これでいいと。横さん、もうちょっとね、演技入れた方がいい。いや、違う。さっきのカジノは俺もやっちゃってたから結構。あー、そういうことか。もう諦めてたの。だってもう
知ってんだもん、みんなにいらない。ああ、そういうことか。もうすでに警戒もされてたから、あそこからいきなり演技するのおかしいから、まあ、今回はやるよ。楽しんでる風みたいな。猿のフリする。ああ、いいね。ウキーあー似てるねー、お猿さん。そうそう、あー似てる。あー気持ち悪い。よし、行こう。残念ながらブラックジャックがマシンシャッフルでした。つまり人間が巻くんじゃなくて機械で全部シャッフルしちゃってるんで、トラッキングどころかカウンティングもできないっていう。次行こう。はい、まあ、でも正直こういうカジノの方が多いんで、まあ、よくあります、これは。だからこれも含めてですよ、ブラックジャックのカウンティングっていうのは。で、次のカジノに移動します。タクシーの。すごいことに気づいたんだけど。何？30分しかない。ふざけんなよお前。1時間半って言ったじゃねえかよ。35分でここを出なくちゃいけなくて。じゃあ30分1勝負ってこと？1本勝負。1本勝負。いやーでも爆弾爆弾はないわ。爆弾は下振れすぎるでしょ。ヨーロッパ下振れ下振れ下振れってきて最後爆弾500万負けた上に爆弾見つかること普通ないでしょ。いやすごいね。ストーリーができすぎでしょ。爆弾が爆発する方引かなくてよかった。ああ確かに。まあ撮影中に俺の爆弾は爆発しちゃいましたけどね。ダメでしたね。顔が死んでる。敗北感がやばいんだが。いやでも潰すことはできなかったけど、俺はお前といい旅ができてよかったよ。泣かせるね。泣かせるねの一言終わっちゃった。最後の30分は、うん、今回のヤーロッパで一番集中したかもしれないぐらい集中した。やばかったね。タッグプレーを超えてた。でもダメだった。ダメでしたね。まあ本当にでもあの完璧な狙い通りのことをやれた上でえぐい期待値を出したけど、期待値からはるかに下振れるっていう結果だったね。時間が短すぎてやっぱりどうしても。まあまあまあ勝率の高い一発じゃんけんをできて負けましたって感じだね。トータル7万負けぐらいだと思う多分。結果ですけど、まあ、ブダペストブラックジャックは僕とヒロキが力を合わせた攻略法だったら多分土着そ勝つと思う。多分すぐで言いになっちゃうんだけど、うん、一旦パワーはやっぱ発揮すると思う、うん、時間なかったからデキンにはなれなかったけど、ね、多分改めてやるとデキンになろうって企画で実はヨーロッパ来てたからね俺は。デキンにはなれなかったけどなることは絶対できるって感じ。そうね。またブダペスト来るか分かんないけど、あの攻略法が使えるカジノが本当にここぐらいしかないから、今回ボーイを振るいたよね。また次回頑張ろう。帰りましょう。帰りましょう。だからもうね、ボロボロですよ今回は。家でさせてください。プ、はい、ロギャンブラー横沢負ける。チャンネル解説史上最大の負け。あ、そうだね。初めてにして最大の負けだね。まあでもまたヨーロッパ戻ってくるんで僕。おリベンジがあるんでモンテカルロ。しかも次回はブラックジャックやるかもしれないけど基本はこうか、うん、でしかもめっちゃでかい。今回俺500万負けたけど、うん、下手したら1000万負けうるぐらいの金額の大会だから、まあ、逆に言えば勝ったら全然余裕で負け戻せるから、ちょっとリベンジだね1ヶ月後。まあでも YouTube 界において500万負けて、まあ、こんぐらい元気あるのまあお前ぐらいだ。そうか、うん、まだ元気あるよ、まあ、嬉しいよ、うん、全然ピンピンしてる。結構ね、ギャンブルやってるとやっぱ結果が大事みたいな言うけど、うん、家庭が大事っす、ギャンブルは。まあ言い訳なんだよね。3なんだよ限界。もう限界。お前もういいよ、もうお前一人で帰るから。お前なんで、ね、置いてかないでよ。ブダペストで反省しろ。どこか囲まれてきてるんだけど。そう。